はい、それではですね、これから日給土木のですね、実地試験、まあ、これについて見ていきましょう。でまずガイダンスなんですけども、まずこれはね、5日間で、まあ、集中学習しようと、まあ、こういう、まあ、一応基本的な、まあ、時間がある方はね、5日と限らずいっぱい勉強してると、まあ、最低これだけかかりますよと、こういうことですね。でまずね、2日間は、ね、これはあの経験記述を書いていただく、ね、これだけかかりますよと。でこの中にはね、あの工程とか品質安全、ね、この3つはしっかり書いておかなくちゃいけない。2日間だからその前にまずは動画を見てくださいね。動画を見てそれからこれをやります。だからこの本の特徴ですね、これ1日で実地試験の要点が分かるように、一括要約リストといって最新の10年の問題を全部問題と答えをセットにして置いてあります。だからこれ1日かけてしっかりやるよね。過去10年間の問題ほぼ整理できちゃうね。で分かんない時はテキストの方へ帰って後ろの年度を見てもらえばいい。ということで基本的にはこれで整理が済ませようと、まあ、こういう考え方ですね。そして問題の2番から9番まであるんですけど、まあ2番から6番まではその括弧に入れるもの、それから後ろの方は具体的に記述をしていくと、まあ、2つに分かれてるわけですけど、まあ、ここまでの攻略をできる、ここをやりますよ。まあ、こういう感じでですね、5日間で、経験記述2日、一括予約リスト1日、それから、問題の学習、これが2日ということで合計5日間、まあ、ここで基本的な得点能力を確保しようと、まあ、こういうことですね。そしてまあここの実地試験ね、今年はちょっとはっきり分かりませんけども、この学科試験、実地試験、まあ、これ我々は今考えているのは実地試験ですけども、これはまあ合格すれば、まあ、合格者としてですね、これで2級の施工管理試験が取れると。不合格の方はまた状況によっては再試験を受けると、まあ、こういう形になってきますね。それからじゃあ2級土木ってどんなような内全体像を見てみようと、こういうことですね。そうするとこれ一例ですね。例です。別にこれが出るという意味ではありません、ね、一例ですね。そうすると例えば施工経験記述は安全か工程か品質、この3つのうちにいずれか2項目で、3つの2項目ね、少なくとも2項目のどれかはね、やっておかなくちゃいけないよということが必修です。これが不合格の場合はこっちは採点されないということで、まずこれは採点されると、こういうことですね。これしっかり書けるようにしておきました。それから次にですね、経験記述と実地記述、具体的に書いていこうね。でどういう科目があるかというと、土工、それからコンクリート工ね、2、3、4、5と、ここは必修なんですね。でこっち側はですね、選択制、6、7を取るか、8、9を取るかという、こっちは選択制ね、ということです。まあ、基本的にはだから、土工、コンクリート工、それから、要するに、品質工程、計画ですね、要するに施工管理、それから環境と、それから、まあ、計画と環境、こういうところは試験の対象になってくるね、ということです。ということで、まずはですから、こういうような内容を把握するために勉強してる。だここで2日間ですね。ここで2日間。ということで、それからあと1日は一括予約。まあ、そういうような流れで全体としてはこうなっている。ということで、2級の実地試験の検定が成り立っているということですね。だここはだから どれ取るか、あらかじめ勉強を決めておけばね、いいということですね。じゃあ、具体的に初めて学ぶ人ね。初めて学ぶ人についてのちょっと手続きを説明だけしておきましょう。初めて学ぶ人は、まずはですね、これ1日目何するかというと、まずこれはですね、一括要約ですよ。10年間どんな問題が出たのかなということで、まずこの重要なポイントだけを説明していきますので、一括要約リストをまず見ると。ね。から2日目は何するかというと、2日目は土工とコンクリート工の、要するに必修だな。土工とコンクリート工で必修だから。ここの問題についての学習を集中してやりましょうと。ね、それから、3日目はですね、こう選択の関係、6から9、選択だな、こう選択の関係を中心に、今度こちら側をやりましょう、これ1日と、ね。それから4日目と5日目、これは経験記述なんですけども、経験記述はまずね、自分の工事は、これから書く工事はどういう工事名だったのか、ね、それから、どういう工期だったのか、じゃあどういう種類の作業をやったのか、掘削とかね。まあ、そういう各どういう作業をやったのかという、そういうことを経験を書き込むための、要するに品質工程安全の経験についてのストーリーだな、
工期短縮を要請されたので、こういう作業を今まで一般でやってた作業を2班に分けて工期を短縮しましたというような形で、工程を書くとね。で、安全のためには例えば高いところでですね作業していたので、足場を組むときは作業主任者を選任して、そして作業を開始する前には足場を点検しました、まあ、そういう形のこと、ストーリーを考えて書くということですね。で、これ一応ストーリーができたらそのことを文章に書き起こしましょうというのがこの5日目ですね。だからこっち側のところではストーリーを作って、そして5日目でそれを文章の中にまとめていきましょうと、ね、記入していきましょう。だから品質とか工程とか安全3つのテーマについて書き込んでいく、まあ、こういうその点で合計5日間ということですね。ここはしっかり固めてもらえればと思います、まあ、これは標準的な方法ですね。それからね、一括予約リストの、ね、学ぶということは非常に重要ですので、ここで、ね、YouTube でもってしっかりと見てね、これを学習していくということが合格への一番の近道ですよ、こういうことですね。それからあとね、この特急コースを作ってあります。で、これはね、どういうことかというと、まあ、5日間で最低限いるんだけども、まあ、どうしてもという方がいらっしゃるので、これは3日でなんとかならないかという、ね、要望も結構あるんですよ、まあ、そういうことで3日間でやるとすればどうすればいいかというと、1日目には、ね、施工経験技術を学習しましょうと。で、虎の巻の、ね、生鮮文書の第 1巻と第2巻、この問題をですね、まず、仕上げていこう。で、2日目はですね、これは一括予約リスト、これをまあ学習しましょうと、ね、で、3日目はどうするかというとね、3日目はね、もう第1巻第2巻あるんだけども、第1巻の2番と9番までここだけ学習しようと、もうこれだけに絞った、もう時間はありませんからね、ということでこの3つをやっていただくと、こういうことですね、まあ、こういうことで、今年頑張ってください。